ぬきご飯の川山よ。はい、ということで、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。今月も始まりました。毎月第2月曜日深夜12時30分からお届けしておりますユーストリームたぬきご飯の川山よ。お相手はたぬきご飯の堀とたぬきご飯ししくらでございます。はい、よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。こちらのユーストリームはですね、右上のソーシャルストリームというところから、ツイッターなりフェイスブックなりのアカウントを入れていただきますとコメントがしていただける仕様となっておりますので、よろしければなんとかなんとかかんとかですよ。なんとかかんとかですよ。それは お寄せくださいというやつですよ。そうです、お呼ばれくださいませ。お呼ばれくださいませ何か食べ物を提供するのような感じで、ね、そうたぬきご飯をね。そう、ああいいこと言う。今日冴えてますね。自転車乗ってきたんで。あ、なるほど、はい、血流がね。いやもうしんどかった、はいはい、もう絶対帰り押して帰ろう。あ、もう無理っすか。もう無理、暑いもん。でも今日比較的いい風って思ってきたんですよ。うん、もういい風でしたよ。ちょっとやっぱね、吐き気が止まんなくて、さっきまで。あ、つい30分ぐらい前まで吐き気が止まらなくてね。そうね、困ったもんですよ。年ですね、本当にね。年もう、でもまあ言ってもね、皆さん言ってもまだ若い方ですから。まあそうですね。あ、いくつになられたんですか。31です。あ、もう年だな。おい、やめとけちゃんと振るんじゃないよ。申し訳ない、振り落ち、これをねしっかりしましょうというね月間ですから今我々は。いや、そうですよね。7月も11日になりまして、七夕も過ぎましたよ。はい、うん、うん、今年どうだったんですか、七夕って。晴れました。晴れてました。晴れてました。天の川見えました見てはないけど。そうね、いつも七夕雨とか曇りとかっていうイメージが。確かになんかそんなイメージがあるな。また会えない、ベガとアルダイルが。そう、うん、織姫&彦星がね、うん、会えないと。今年会えたんですね。会えたんですかね、噂によると。うん、うん、もう別れりゃいいのにねこうなってきたらね。もうこうなってきたら4年も会わないんだよ。確かに、オリンピックか言うて。いや本当にそう、4年も5年も会わない。でも結婚してるんですよね。あ、あれ結婚してんの。あれ結婚してるんですよね、織姫と彦星って。多分、別居。別居、やっぱ単身赴任。カイア&マヨみたいなもんもう別居がしばらく長く続いてはみたいななるほどね。まあまあまあ、まあまあまあ、あ、そういうことね、うん、そういうことですよ。ああ、なるほど。いやいやいや、どうですか。私ですか。はい、もうこの暑いですよ、もう今もうね、はい、暑い寒いはもう置いといて置いといて、もうたまんねえっすよ最近。何がよ。もうたまんないたまんない。うん、来てる。あのね、うん、先週1ヶ月いかないぐらい前、はい、6月の半ばから、うん、私アパートに住んでるんですけど、うん、うちのアパートの横が、うん、一軒家だったの、うん、結構なんか地区の古い、はいはいはい、それが、うん、まあご時世か取り壊しで、ほう、おそらく住んでた、昔から住んでた人が、ほう、おそらく施設かなんかに行って、うん、でここを取り壊すみたいな、うん、昔からの住居、はいはいはい、それがもう朝8時から始まるの。1ヶ月前に。あ、連日で、はいはいはい、でもううるさくてうるさくて。あ、まあそうですよね。で7時半からトラックのピーピーがもうそれで起きちゃうし、うんうんうん、でそれがねもう1週間ぐらい続くわけよ。8時、朝8時出勤が。ああ、朝8時出勤の、うん、ああうるさい寝れない、あってなって、うん、で1週間ぐらいで取り壊しが終了しました。はい、もう今さら地です。うん、はあ、よかった。静かになってよかった。うんうん、やっと寝れる、うん、と思ったら大間違いです。これもう飛んだ落とし穴。何、地区古かったでしょ。で、はいはいはい、まあ綺麗な家じゃなかったの、ボロボロの、うんうん、ね、うん、そこにいた、うん、ゴキブリどもが、おお、やってきたんです、我々ん家に。我々の家じゃない、俺一人だけどだから203号室筆頭に、だから我々のアパートにもうたまんない。101から全部全部だって3年半今住んでんの、もうすぐ4年っすよ。あー、結構長いですね。今まで一匹も出たことないの。うん、
3年半1匹も出たことない。なかなかいいアパートですね。うん、うん、で、もう引っ越す前、荷物入れる前に、うん、ちゃんとヒューズ落としてバルサン2発咲いてるし、はい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 、ね、でもう完璧だったの。完璧だ。もう糸も簡単に崩れて、うん、この1週間で、うん、もう4匹出てますから。4匹。いや、成人、成人の、成人の立派な。あ、でもそう、まあそのほら東京、割と都心の方にいますから、はいはい、やっぱりね、立派なもんで、うん、あの光沢がしっかりしてる。どういうこと？あのね、ゴキブリもハイソサイティってこと？うんうんうん、もう本当にさながら、そんなことある？さながらベンツ。もう黒びかりがもうすげえじゃん、東京のゴキブリ。 でかくはないけど、やっぱこうスタイリッシュな、うん、あの、早そうな、早そうな、早いの、それで、それが早いんだよ。ゴキブリは早いって別に。違う違う、俺もうほら、千葉の畑の中だから、うん、実家がね、実家が、はい、いろいろいたけど、うん、いや、やっぱりもうしっかりしてる、あの、速さが、うん、スマート。本当に無駄ない、無駄ない。あ、で、もうね、まあ、バッて出てくるでしょ、うん、本当に一回、うん、もう見なかったことにしようかなと思うの。はいはい。でもまあ、いや、でも見たしなっていう、うん、いるのは知ってる、うん、うん、見逃して、いやでもそういうわけにはいかないかと思って、うん、まあ、思い越し上げて殺虫剤バシューやるでしょ、うん、そしたらまあね、あれってそうでもないじゃん。そうでもないね。あの、うん、ポテっていかないでしょ。はいはい。まあ、あの時間ある、ある。うん、で、バーでいなくなる時あるじゃん。あるあるある。え、なに、どこどこどこってなるじゃん、うん。で、バッて、あの、なんていうの、座椅子上げたら、うわ、ここだみたいな。うわ、座椅子はやですね。で、またテーブルの下とかに行こうとするわけよ。うん、それはそうよ、ね、行きたいもの。レコードの棚とか、レコードのこの間に入ろうとするわけ。うわ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 、それはやだ。だからもう必殺技として、うん、俺、昔から持ってんのは、うん、殺虫剤で苦しめた後は、うん、マジックリンの泡で封じるっていう。はい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 。ね、粘液で、粘液で、いや、ガバ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 ってさせるんだけど、息できないよ、助けてよと、うんうん、これが、うん、東京のゴキブリは、はい、泡行ったら、うん、泡から抜けんの、ひっくり返ってんのに。もうさながら鈴木大地、バサロ。バサロバサロでバババババって、で、見失うのよ、どこ行ったか。そんなに。でもそのマジックリンのこの濡れたのを、うん、こうやって辿っていって、バッて本とかここだってやると、うん、いるのかって。で、それやってね、拭いて、うんうん、で、まあ、捨てるでしょ、うん、で、捨てると、うん、まあ、このマジックリンのこの、うんうん、あれがあるでしょ、うん、奇跡がね。そう、奇跡が、はい、それ拭くでしょ、うん、そうすると、うん、今度またこの綺麗になるのよ。それいいことじゃないですか。いいことでしょ。でも、はい、ぬるぬるなのよ。はいはいはい。だからもう一回水拭きしなきゃいけないの。うん。ね。うん。で、あ、終わったって思うでしょ。うん。で、パッて見ると、うん、今度はこの綺麗一箇所のこの拭いたラインだけが綺麗になってるのが気になるのよ。いや、もうそれは神経質よ。それは。で、結局周り全部こうわーってやってってなると、うん、結局ね、小1時間の作業になるの。うん。で、綺麗になるんでしょ。今じゃなくない？綺麗になるのはいいけど。いいじゃないですか。いや、1時、2時じゃなくない？あ、夜中の、うん、うわ、それは最悪ですね。で、おとといか、もうさ、うん、寝てて、うん、で、もうほんと寝そうなのよ。もうなんなら半分寝てる。はいはい。それで金縛りになる時や、ちょうど。そう、うん、に会いやすい、あの感じの時に、うんうん、ふってみたら、色の壁に、うわー、もう、うん、いや、もうどうか、うん、あのライト見た後の残像であれと思ったの。うんうん、もう寝たいし。はいはい。したら動くのよ。残像が。残像が。うん、ああ、ゴキブリだ。ああ、うん。これは残像じゃない。もうさ、もう寝てる時やってくんねえかなと思って。もうあと2分待ってたら、ね、俺は彼を、存在を知らなかったし。確かに。彼も、あんな結末にはならなかったんでしょ。ならなかった、うん、マジックリンの、あんな悲しい結末には。なんでも逃げども逃げども追われるなんて。そうそう、あんな俺もやりたくないよ。うん。で、またこれでまたあれ寝る前だったからまた3時4時になるわけ、寝るのが。うわ。で、うん、もうほぼもう1週間で4匹だから、うん、もうほぼ1日おきでしょ。すごいね、うん、すごい。で、うん、もしかしたらだけど、うん、みんなゴキブリにビビっ
てるだけというか、考え方一つでゴキブリを、うん、まあ、さっき言ったように、うん、黒光りのさ、うん、もうさながら外車なわけよ、うん、ベンツだから、うん、それはちょっと分からへんけど、まあいいや黒光りがね、うん、ゴキブリを、うん、なんかこれからやってくるであろう、うんうん、ゴキブリたち、うん、を対峙する労力と、うん、ゴキブリって可愛いって価値観を変える労力、おう、どっちがしんどいかっていう。前者でしょうね。対峙する方が、うん、あれでしょ、うん、大変でしょ。大変で、結構な催眠術師に、うん、ゴキブリは、うん、もう猫、可愛さレベル、ゴキブリは猫と一緒だよってしてもらった方が、うん、この先生きていく上でストレスなくなるんじゃないかっていう考え方にまで今言ってる。おう、いいじゃないですか。そう、だからゴキブリって結局さ、うん、別に何もしてこないでしょ、あの人。何もしてこない。ネズミみたいになんか食べ物かじったりとか。そうそうそう。で、そんなに、まあ、汚いは汚いけどさ。ゴキブリって何が害虫なの？菌持ってんのか。菌持ってる？菌持ってんじゃない？でもネズミとかに比べたら、だって猫だって持ってんでしょ。そんなこと言って、持ってるでしょ。犬だって持ってるでしょ。持ってる。あー、なるほど。でもゴキブリ食う。そうか。めっちゃ出てくる。でもそれはその催眠術にかかれば可愛いものがめっちゃ増えるってことですもんね。そう、猫カフェにいる感覚になるわけ我が家は猫カフェですってなるわけでしょみたいなもんだ。ゴキカフェになるわけでしょ。可愛いってうじゃうじゃうじゃっていうの見ながら、でも、うん、そんなにさ、うん、カブトムシ見ながら別にお酒飲めるでしょ。まあ飲んだことはないですけど、想像する限りできると思います。できるでしょ、別に、うん、蝶々見れるでしょ。そんなこうやってアップで見ない限りは。そうね、アップで見ると気持ち悪いからね。そうね。でもゴキブリ無理じゃん、うん、私ね、それがあんま分かんないですよ。あれ能力者がもうここにすでに催眠術にかかってるのかもしれないですけど、うん、別にそんな、あ、いらっしゃるわっていう感じ。え、もう全然。でも今の家は全く出ないんですよ、本当に。なるほどね。4年、3年住んでるけど、全く一回も見たことない。うん、いや俺もそうだった、俺もそっちだったんだよな、ちょっと前まで。だからその感覚が鈍っているっていうのはもちろんあるけど、うん、まあ昔の古いもうなんとか層みたいな、うんうんうん、畳で1階でみたいなところは、うん、まあ出てたんでしょうけど、まあ出るわなって思うんですよ。で、どうすんの？バッて出て、はい、はい、こんにちはって来るじゃん。なんか、はい、こんにちはっていう。こっち、寝床は嫌だから。うん。寝床に来たら嫌だ。うん。から、寝床からはちょっとこう、遠くに行ってもらうというか。うん？なんていうの？紙を、例えばこういう、紙を、こう、そーっとこう、うん、出口だよーってやる。え、でもあれ、あの玄関から出すの？出す出す。だからもう最終的にはね、ああそういうことね、こっちだよって言って、ね、飛んだりするのがあんまり見たことないから、うん、そーっとこう、こっちですよって言って、うん、玄関開けてあげて、お帰りなさいって言って帰らせるみたいな、はい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 、はい、みたいな感じ。あー、なるほどね。そんなに、あの、よくいるじゃないですか、ギャーって言うやつ。うん、なったことないし、うんうん、なんやったら昨日新宿でゴキブリ踏んだし、まあ、いるよね、いるんですよ ね、 ね、いるいる、恐ろしいことに。あ、踏んだ、なんか踏んだなと思ったらゴキブリやって。でも、あの、あれですよ、尻尾だけやからそんな殺傷はしてないですけど、もちろん私は知らない、わかんない、どこのイメージを守ろうとしてるのかはちょっと見えないのでまあまあ、お任せしてそのままお話しして構わないですけど、殺傷はしない、尻尾だから死んではないのね。全然死んではない。あ、でももう死ぬけどね、尻尾踏まれたらおそらく。で、ゴキブリ尻尾ないし、おそらく下腹部だから下腹部きっと死ぬけど、ほんと尻尾のところきっと。いや、尻尾ないっつってんの猫でしょ、だってゴキブリは。そう、そう。いや、俺まだかかってないからねかかってないから。いや、だからそういうふうに思った方が、うん、この先楽に入れるんじゃないかなっていう。まあね、でも増えすぎると、まあさすがに。そう、増えすぎるのがさ、だし動くと気持ち悪いんですよね、あれね、早いからね。うん、早いから嫌なのよ。バッて動くから気持ち悪いんですもんね。雲とかはさ、うん、ほら雲がいるとゴキブリいないとかってあるじゃない、うん、で、そういうのはあるけど、うん、その
なんちゅうんだろうな、雲はさ、もうファー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 っていけるじゃない。もうそのティッシュに、さあさあさあティッシュでベベベでしょ。飛行機は早いんだよな。そうですね。だから優しく接すると優しく返してくるじゃないですか、それも。そんなだったらもう本当にこの世に争いはないよ、ゴキブリ争いは。ね、まあまあ催眠術かけてもらいましょうよ、じゃあ。いやでもどっちの方が俺楽なのかもしれない。だからみんだこれさ、もう見てる、こう見てる人も、はい、まあ嫌かもしれないけど、はいはい、もう一個のコミュニティから、うん、だからあれよ、小学校のさ、うん、いじめがなくなる時ってあるじゃない。いじめがなくなる時、合間の期間、あ、そう、いじめてたやつがいじめられっ子がいるじゃん、うん、けど大体誰かがさ、うん、でもあいつそんなにでも言うほどムカつかないよなって言ったら やむ時あるじゃん。はいはいはい、あの感じ。あー、ゴキブリそんな嫌じゃないよなって。でもまあ言っちゃえばもうベンツだよね。いや、それが分かんないのね。そこがピンとけへんから多分サンドがやられないんだよ、多分。で、なんだろう、車のさ、うん、新色とかでも、うん、パールホワイト、うん、ゴキブリブラックみたいな、なんかもういいイメージ、いいイメージになれば、ゴキブラ、うん、ゴキブラ、ゴキブラよ、うん、携帯の新色、うん、とかなれば、うん、そんなに我々もこんな寝不足になることはないんじゃないかっていうね。いや、しかし寝不足になりますよね、この時期。そのゴキブリがなくても私はもう夜中寝れなくて寝れなくてですよ。あ、どうしたんですか。暑くて、暑さでもうさ、帰った途端蒸し風呂みたいでしょ、今。蒸し風呂みたい、木造アパートみたいなもんは、うんうん、もうそれがね、辛くて、うん、さ、本当にゴキブリ出てないですよ、私、うん、出てないのに4時まで寝られないとか。暑くて、そう、12時にもう今日は絶対早寝る、もう、うん、昼夜逆転なんかもう二度とするか、うん、ボケボケボケって言って12時に布団入る、うん、ベッドに入る、うん、お、いいですよ、いい時間入ってますよ。いいでしょ。そっから寝ようと思って4時間、うん、その苦痛ったらないですよ。そんな寝れない4時間も、そんな寝れないんですよね。病気なんでしょうね、きっとね。 うとっとしてはった起きんのじゃなくて、もうがギンギンなの。そう、ギラギラなの。ギラギラに目覚めて、ギラギラガールズ、ギラギラガールズよ、もうそれは。私みたいなもん。ああ、そうなんだ。そう、それが良くないと思って。なんで扇風機は、扇風機ないんですよ。で、クーラーあるんですけど、うん、クーラーがベッド置いてあるこう向きに出てくるんですよ。なんですか。なるほどね。こう出てくるんですよ。なるほど、東大元暮らしパターンね。東大元暮らしパターン、だこうってことでしょ。違う違う違う、寝ててこうってことでしょ。こうなんで直風なんです、逆に。あ、直できちゃうの。だから消すんですよ。あー、なるほどね。そうするとる、ね、まだ寝れなくなるみたいなの繰り返して、これは良くないと思って、うん、あ、もう対策練ったんですか。対策練りました。あ、その、さすがですね。暑さの対策というより、うん、生活を変えなあかんと、まず、うん、うん、そのどんだけ暑くても眠かったら寝るじゃないですか、絶対寝るでしょ、うん、そうならなあかんと思って、うん、アプリを落としました。まあ、わからない、入り口と出口が違った。思った出口じゃない。あれ、この駅こんなんだったっけみたいな感じになってますよ。どういうことですか。生活習慣を、生活習リズムをやっぱり改善するために、そう、あとなんかこう、うん、やりたいことができない一日とかあるじゃないですか。その4時間あったらなんかできたでしょっていう時あるじゃないですか、うんうん、そういうのをなくすためにもう朝散歩しようと思って。ああ、また全然違うとこでんな。何ここ、池袋みたいなこと言ってるよ。全然違う、出口が東口に西武あるよみたいなことになってるよ今。朝散歩しよう思って。違うじゃん、はい、だから生活習慣というか、早く寝るために朝散歩するっていう出口までは合ってるの。合ってるでしょ、うん、うん、一回アプリってなんか変な挟がってない。あ、そのためにアプリを落としたんですね。その散歩のアプリ、散歩のアプリじゃなくて、なんなの、スケジュール管理アプリですよ。これはすごいよ。え、どういうこと。いや、これはすごい。今ライフベア使ってるでしょ、あなたみたいなもんは。私みたいなもんはライフベアでございます。そうでしょ、はい、あれね、カレンダーというか手帳代わりのね。私もライフベアだったんです、昨日までは。昨日までの自分にさよなら、さよなら。やだやだ、何教えて、どういうこと。この1日カレンダーってやつ。あ、すごい、このアイコンが365って書いてある。これがね、円グラフなんですよ。
え、なんですか、街中の人に聞いたんですか。何ですか、円グラフ見せます。円グラフでも見せたらそのプライベートが。あ、そうかそうかそうか。バイトって書いてあるバレるから。ああ言っちゃうのね。言っちゃうんだ。本当に夢がない。これすごくないですか、こんなに細かく、もう何時から何時みたいな、うんうんうん、なんていうんですか、こう、うんうん、入力するとダメですよ、そりゃそれぐらいやってくださいよ。あ、もう入力が面倒な時もあるからね。いや、そう、それはね、思ったんです。私も思いました、それぐらいは、うん、だからもう円グラフを持って歩くか、これにするか、どっちかなんですよ。二択なんですよ、もう。え、どういうこと、円グラフを持って歩くか。白地図みたいな、なんですか、何にもない円グラフを持って。え、だからもう、スラムダンクよろしく、まん丸の画用紙を持ってそう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 、こうやるか、持って歩くか、うんうん、で、こう、なんていう、その時間帯にこうビーってこう、なんか出してくる、引っ張ってさ、こっからここまではなんか散歩しましたみたいな出してくるみたいなことか、これをするかの二択で、どっちの労力が簡単かっていう話なんですよね。うん、そう。じゃあこっちです、アプリです。でしょ、持ってたくないんで。いいでしょ、これやってたくないんで、はい、素晴らしいんですよ。だからどんだけそのさ、だらだら過ごしちゃうじゃない、私たち。いや、それはもうみんなそう、1億そうだらだら、そうそうでしょ、うん、それが、うん、やっぱり良くないと。その最近ネタも作ってないし。いや、作ってはいるけどね。なんかその頻度が落ちたりとかさ、するじゃないですか。やっぱりおい、頻度っていう、あ、頻度ね、ごめんごめん、はいはい、ごめん、品質の頻のちょっと性能落ちてるっていう、クオリティが落ちてるって言ってるのかな。違うね、頻繁の頻ね。あ、ごめんごめん、これは本当にごめんなさい ね、 ね、はい、一部訂正してお詫び申し上げます。はい、落ちたりするじゃないですか、はいはいはい、なんかかまけてたら、うんうん、そうね、だらだら日々が過ぎ去っていくみたいな、うん、あんなに勉強してた感じをもうやってないみたいな。あ、でしょ、そうなの、そうなんですよ、うん、でももう試験は近づいてくるわけですよ、またまたね、次の試験は近づいてくるわけで、うんうん、時代は回る、そうなんです、うん、やらなきゃいけないことはたくさんある、うん、ある、本当にある、できないのはなぜだ、うん、だらだらしてるからだですよ、でしょ、すいません、そうでしょ、はい、すいません、それがこのね、1日カレンダーを使うとですね。お、おいくらなんですか。これなんと、はい、無料でございます。最高、素晴らしい、素晴らしいですね。そう、まあでもやってない、あれね、やり始めたばっかりなんで、まあわかんないですけど、うん、ちょっとこれで、なんかこう、この時間、そう、この空き時間をね、こう出してくれるんですよね、わかります、わかりますって、わからないです、だって知らないんですもの。なんかこう言えるじゃないですか、こっから円グラフがあってね、そうそうそう、うん、朝9時からドラクエ3時間ぐらいやるみたいな、入れたら、それは人によるよ。人によるよ。入れたら、うんうん、そのそうじゃない時間帯、ここ空いてますよっていうのが出てくるんですよ。この空き時間なんかできるやみたいな。美容室行っちゃうかしらって、みたいな、美容室行くの。いやいや、女性だからね、空き時間の女性イコール美容室エステね、偏見の塊やな。あと、あれ、ペディキュア、ペディキュア、プリキュア、ペディキュアね、うん、ペディキュアとかができるから、ね、これはいいんじゃないかと思って、ちょっと試してみます。来月どうなったか、うん、もう私の顔色が変わってるかもしれないじゃないですか。真っ青に、真っ青に真っ青に変わる。こっからこっちだけ赤いみたいな。いや、精悍な顔つきになってるかもしれないんでね。なるほどね、楽しみにしていただければと思います、うん、あと、アスケンっていう健康管理アプリみたいなのも取り揃えておりますよ。アプジョ、もうアプリ女、アプジョだ。アプジョです、アプジョ、アプジョだ。アプジョと呼んでいただければね、そんな言葉ないけど。アプジョだよ、アスケンっていう、これアスケンって何、明日研究会なんでしょうね、わかんないですけど、パワフルコンビーフ、金重さん推奨。うわ、これはいいね、じゃあね。そうでしょ、うん、金重さん推奨はいいよ。のなんか、まあ、ダイエットアプリとかレコーディングアプリ、食べたものを、うん、記録するみたいな。ああ、はいはいはい、やつ、ほんと入れるだけで、でしかも、うん、ほとんどの外食が入ってる。サイゼリヤのミラノフードリア一発ポン、カロリーポン、栄養素ポン、あ、なるほどね、全部出てくる、うん、あ、それはいいですね、うん、ああ、なるほどね、そう、で、しかも、うん、その iPhone の、まあ、iPhone
か、iPhone、私は iPhone なんであれですけど、はい、私も iPhone です。 iPhone の、うん、その歩数計みたいなのが一応ついてるじゃないですか。え、そうなの？ついてますよね、iPhone って。ついてんのよ、 iPhone 歩数計ついてんだ。ついてません？万歩計的なことでしょ。なんか健康アプリみたいなやつ、それそれそれ、ヘルスケアっていうやつ、へえ、が入ってて、それと連動するから、どんだけ歩いたかも勝手に。え、腰につけとかなきゃいけないの？いや、持って歩いとけば、なんか距離どんだけ歩いたかみたいな、階段何回登ったかみたいなのが出てくるんですよ。すごい。そう、 GPS で？ GPS でしょうね、きっとね。あーすごい、うん、でもちょっと怖い。え、動く、誰かしらが自分の動きを管理されてるのかなと思ったら、あ、そんなに興味ないですけどね。あ、誰？俺に？それとも iPhone に？ あなたにです。俺にね。どうせ新宿と家の往復でしょ。そう、いや、青山一丁目も行くわ。なんで？バイトだわ。駅言っちゃった。言うな、まあ、いい言うな。まあいいやいいや。これもいい、そうそう、うん、いいとこで。そんなことをね、うん、最近始めたんです。あ、はいはいはい、はい、これは素晴らしい、素晴らしい。俺もなんかやろう。俺ダラダラしかしないんだよな。どうする、これ今日の私のアスケントを見たら。あ、今日、ちなみに今日何食べたんですか？今日は朝食べなかった、うん、昼プロントのカルボナーラ、うんうん、で、夜ご飯がチョコバリです。アイス。チョコバリって何？アイス、先端のアイス。いや、すごいな。いや、学生みたいなことやってるじゃん。よくあるんですよね、お菓子、お菓子晩飯代わり、お菓子晩飯。点数出されてます。私の今日の食事43点です。低っ。低っ。もちろん100点満点ですよ。100点満点中43点。はい。ああ、それは良くない。そうなの。毎日100点出さないと。そうなんですよ。もう確実にね、ほぼ栄養素が足りてないのに。え、すごい、栄養素まで出してくれるじゃん。はいはいはい。脂質とバーってあるんですよ。カルシウムなんだのかんだのっていう。見えるかな、見えないかな。その食ったやつを入力すると今日どうだったか。そう。え、チョコバリもチョコバリって入れれば出てくる。一発でポン。しかもあの6本パックとアイスだそうです。アイス、先端のアイス1本の丸々のやつと選べる。あー、ファミリーパック。あ、すごいでしょ。あー、こうやって出るんだ、うん、今日何よく取りましたか。今日の栄養素一番取ったのは何ですか。過剰なのは、うん、飽和脂肪酸。すごいじゃん。もう単品の名前が飽和なのに、 それがもう飽和してるんでしょ。もう超えてるから。うわ、すごい、うん、なるほどね。これすごいですよ。いけませんですね。うん、足んないのは？いっぱい足んないよ、もうそんなもん。ビタミン全部。わあ、もうあれしない、飲まないと。全ビタミンとカルシウム、鉄分。いや、もうダメじゃん。もう頭ボーっとしてるじゃん。ボーっとしてるよ。そう、あれ飲まないとダメじゃん、あのサプリメント。サプリメントで飲まなきゃいけないですね、うん、サプリも下手したら選べんじゃない、これもしかしたら。あ、ね、やったことないけど。でもさ、サプリメントってあれどうなのって思うの。どうなのってなんですか。めっちゃ飲んでるじゃないですか。うん、飲んでるんだけど、うん、1日3粒とかってあるでしょ。4粒3粒飲むってあるでしょ、はいはいはい、あるわ、サプリ。うん、まあいいや、うんうん、で、飲むじゃない。飲む。あれさ、1日3錠で1個の、はい、一応食事の後飲むの、薬と一緒で。ほうほうほう。あの、一緒に溶けるかなと思って。ほうほうほう。単品では飲まないの。ほう。でさ、巻き菌なのよ、表面が、うん、それってさ、ビタミンね。そう、うん、それってさ、もうさ、取りきれなかった、取りこぼし、あーって思っちゃうよね、あれね。ってなるでしょ、うん、って思うの、私は。もう思う、私も思う。ってことは、あなたも、うん、そう、僕も。これ何これ、違う。したらさ、うん、3錠半分にしてさ、6回飲んだ方がさ、1回ずつ取れるんじゃないかなと思うの。違う、じゃあ違う。どうなのあれは。どうなんでしょうね。でも過剰だから出てるイメージありますよね、やっぱりね。そうなの、そうなの、うん、あ、もう大丈夫ですよって取りましたよっていう。あー、なるほど。あなたのビタミン今日足りてますっていうことなのかもしれない。なるほどね、うん、そうか、じゃあ今まで通りでいいか。毎日飲んでるんですか。毎日飲んでる。なんかそのよく錠剤を飲むんですよ。錠剤というか、なんか そういうやつ、うんうん、サプリ飲んで、アミノ酸、うん、DHA、うん、ビタミン B、うん、
かな。飲んで、あとあのブレスケア飲んで。ブレスケアはあのはい、やっぱ気になるんで。そんなもんばっか飲んでるでしょ。いつご飯食べてるんですか。いや、めっちゃ食ってるよ。え、めちゃめちゃ食べてる。見たことないですけど。めちゃめちゃ食ってんの。めちゃめちゃ食ってんの。ご飯、ご飯別ですよ、大体。そうですね、うん、食べてるけどな、今日も。今日何食べました、何この話。今日はね38歳に今日何食べましたって聞く話。そうだね、今日何だったかな、あれは。いやもうジジイじゃないですか。ちょっと待って、あ、本当に思い出せない。白飯は食べたの覚えてるの、丼で。あれおかず何だったかな。嘘でしょ、今日ですよ。そう、今日。あ、ハンバーグ。おー、あぶねー。ハンバーグハンバーグとキャベツの千切り。あー、いいですね、いいご飯食べてますね、うん、いいご飯食べてる。あぶねー。お昼、これが4時、5時ぐらい。はあ、それ1食目ですか。1食目。うわー、やば。1食目4時ズドンって食べて終わり。あ、1日1食の人。うん、2食、その時と、あと寝る前。寝る前、ね、寝る前。寝る前、お腹減っちゃうから。何食べるんですか、ちなみに寝る前は。今日はでも納豆と、うん、あ、納豆で一杯いくでしょ。納豆で一杯いくのはお酒の話してる。あ、違う、あ、丼、丼、ご飯の話ね、はい。で、うん、あんまり具合によるんだけどな、そのじゃあの、はい、じゃあのじゃあのじゃね、そんなあのパルミジャーノのジャーノとかじゃなくて、じゃ、うん、じゃあのじゃなくて、うん、電子じゃ炊くでしょ、米。はい。で、1杯目の減り具合で、これここで我慢してタッパーに詰めれば朝いけるっていう量と、この量ならもういっちゃうかの量による。なるほど。え、それが把握してないってことですか。毎日ご飯炊いてるんですか。そう言われてみれば、うん、そうだね、ほぼほぼ、ほぼほぼ。すごっ。か、麺か。麺、札幌一番か。はぁ、それ、例えばこの後帰って調理をするってことですか。でもあれ、もう米炊くだけだから。え、ポチッとな、だから帰ってから。うん。すごっ。だってもうお腹減っちゃうからよ、やってないし、お店。でもまあどうだろうな、今日どうだろうな、もしかしたら日高行っちゃうかもな。あ、うん、その辺はちょっとわからないけど。でも、今は白飯の気分。へー。それ例えばライブ終わるじゃないですか、うん、ライブ9時とか9時半ぐらいから、はいはいはい、開くでしょ。開く開く。その後も帰ってご飯炊くんですか。でもほら、その時ってやっぱ行っちゃうし。あー、そうかそうか、うん、飲みに行ったらそれはそれでおしまい。おしまい。あー、どうだろうな。でもラーメンは食うね、家で。家で、うん、札幌一番。札幌一番。はー、そう、そんなもんなんかな。うん、なんか飯じゃないじゃん、飲みって。そうね、それはよく思う。私はもうご飯頼むけど、そんなもん関係あれへんっつって関係あれへん、ご飯セットくださいって言うけど。ほら、飲むとご飯食えないとかって言うでしょ。うん、言う、みんな言うね。俺本当は、うん、食べたい。え、飲むと、うん、ご飯食べるのは一緒で あれなの、ぶっ壊れてるんですよ。で、酔えば酔うほどぶっ壊れるし、締めじゃないけど、最後は酔って、最後全部蓋、ご飯とか麺で蓋して、うん、はい、終わりって、わんこそばと一緒。わんこそばと一緒。わんこそばって最後パッて蓋しないとどんどんいかれるでしょ。ね、はいはい、と一緒で、もうはい、おしまいって、おしまいってやんないと永遠に飲んじゃうから、バカだから。バカだな、うん、本当にバカだな。そう、だからそういう、そういうのはやっております。あ、そう、はい、そういう健康管理は。健康管理なのかな、それ不健康管理な気もするけど。そうなの、一応ね、ちゃんとやってます。だから今日はおそらく卵、賞味期限切れたかな、どこな。いや、私久しぶりに今日冷蔵庫開けたら、うん、梅干ししか入ってなかった。何、どうしたの。冷蔵庫が腐らないように梅干し入れてるの。何、どういうこと。殺菌の意味じゃなくて、殺菌の意味、冷蔵庫、キムコみたいな感覚で梅干し入れてる。なんだろうね、もうパッと見たら、あの賞味期限が切れそうな、切れてるのかもしれない隅のふと、うん、梅干ししか入ってなかった。うんうんうん、どうしようと思って。もう梅のふで飲めばいい。
梅の風にして入れて入れてあの細いところにグリグリグリってやってラムネみたいに種だけポトーンってなって詰まるでしょ。そう詰まる詰まるそうか。そんな冷蔵庫事情。いや家に炭の風あるんだ。なんかいつか買って飲もうと思ったまま多分ね4年ぐらい経って3年4年経ってんじゃないかな。えもしかしたら引っ越す前からかもしれん。炭の風もう腐っ…あーそっかお酒は腐んないんです。腐んないんすかお酒いつまで経っても。じゃあ大丈夫だ飲めるわ、うん、梅の風できるわ私。梅の風できるよ、うん、だからさ、お酒でさ、うん、お酒ってそんな…で俺アルコール強ければ強いほど腐んないと思うのイメージ的に。はいはいはい。だって、まあまあ、ウイスキー12年だよ発酵がね。いやいやあるじゃん高いの山崎12年とかあるわけでしょ。それをさ、うん、12年持つもんがさ、うん、ね、うん、で、そのバイトとかやってると、うん、新しく来たものを先入れ先出しましょうっていうの、うん、腐んねえよって思うの俺。わかる12年持つもんが持つね。ね、うん、それをさ、うん、一昨日来たのよりも、うん、今日来たのを後ろにしましょうっていう。それは鮮度とかさその品物管理の話じゃんそれは。うん持つ持たないんじゃないもんそれは。もうそれは論点がずれとる。それは私が悪い。そう謝って。大変申し訳ございませんでした。いいでしょう。だって腐んないからいいと思うんだけど開けた開けるのとね開けていやいや開けてるのを置いてるわけじゃなくてまだ開いてない在庫のやつをはい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 、でこう出してさ奥めんどくさいじゃん。でもたまにあるじゃないですかコンビニ行ってさパン買おうと思ったらピーって言ってもう一回取りに行かなあかんやつあるありますよね。賞味期限切れてたら、うん、売ってくればいいですよコンビニのパンって。ああなるほどね。はい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 。まあまあそれしっかりしてるね。それをなんか管理を怠っているコンビニは前の方にその古いのがあるから。あ、違う。ん？合ってんのか。合ってるわ。合ってんだよ。謝って、じゃあ。誠に申し訳ありません。許す。許す、しょうがない。いや、でもまあまあ、切れてんの置いてる時点でダメなんだけどね。本当はね。でもあれ、ちょっとくらい切れたってね、別にその、うん、そうなるよね。まあまあまあ、そんなこともありますわ。うんうん、あ、ちょっと話変わっていいですか。何ですか。僕、いろいろ昨今、食品で、その、危ない危ない。危ない危ない。賞味期限切れてたら危ないとかってはい、はい、あるけども。はい。俺最近一番危険な食べ物というか、うん、あの家系ラーメン行ったことあります？あー昔ね学生時代はよく。家系ラーメンって海苔あんのよ。海苔ある。あれどうする？海苔。はい？海苔をどうする？食べる食べる。え？違う違う入ってくるじゃないですかその海苔が1、2枚まず一番最初に麺の下にズコっていくの俺は。行く行く行く。ズボって滑らせるの。行く行く。ここドゥルーンってさせるの、うん、わかるよ。で、食うでしょ、うん、で、海苔、あ、海苔あったわってなって、うん、ちょっと麺と一緒に行くでしょ、うん、したらさ、もう殺されるかと思わない？わかる？ひたひたになった海苔が、うん、麺と一緒にフッってやると、うん、スコってなって、うん、あの掃除機でビニール吸い込んだみたいになるの、うん、っていつも死にそうになるの、俺あれ。いつもなるならやめたらええのに。じゃあだから注意してんだよ注意してんだけど、うん、自分が思ってるよりも喉が小さいみたいで。喉の小ささの問題じゃなくない？これぐらいならこれぐらいならいいかなと思ってもなんかヘリがカッカッカッってなんの。俺あれ絶対あれでし俺死んだ人いると思うのよ。餅みたいに。餅みたいに。でネットで見たら別にそういう事故がないからみんなどうしてんだろうと思って見てあこれ絶対死んだやついるなと思って。みんな大人やから多分普通に食べてはるんじゃない？みんな大丈夫なの？みんな大丈夫。私そんなことなったことないもん。ご飯ね。あ、ご飯かー。ラーライス海苔ね。うん。あーじゃあご飯頼む。そのまま海苔だけ行くし麺と一緒に行かないし。ちょっと海苔だけが一番危険ですよお気をつけください。何の人なんそれ。本当に俺海苔だけの時もやったことあるもん。いやだから吸わないもん海苔だけやったら。パコパコって噛むじゃないまず。え麺と一緒にっていうかフッてやるときに。え海苔だけ取るじゃない。うん海苔だけ取って食べた時は絶対噛むじゃない。で噛む前の話してんのよ。口に入れ込むときにパコってなんの。吸う力が強い。吸う力が強い。ダイソン。私は初めまして。
ダイソンさん。ダイソンさんです。あ、そう。いや、ないんすかね。ない、一回もない。皆さんないんすかね。下げなきゃ。でもそうすると今度またさ、麺が吸えないでしょ。ヘロ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 。そんなにラーメンで困った大人がわかんないな。いや、海苔だけ。俺は家系、しかも家系に限る。ドロッとしてるから。うん。他にも海苔乗ってるやつあるでしょ。だって多分麺が細いから、その他の吸ってる時にあの、その麺に見合った吸引でいってるんじゃない。あー、けど胃液太いから。太いからね。その強めにずっと設定してるから、ここを強めに設定してるから、強にしてるからババババってなっちゃう。だって餅で俺なんないもん。別にあの磯辺巻きのあれもしなしなってなるけど、ならないの。でも胃系のラーメンだけなんの。なるほど、気をつけてください。はい、はい、ありがとうございました。はい、行きます。僕は行きます。ステッカー差し上げますね。あ、こっちにじゃなくてこっちに何かしらの、何かしらのステッカー差し上げますね。サーティワンアイスかなんかの。ありがとうございます。貼っときます。さあ、そんなこんなで、はいはい、もう10分ですよ。10分ですよ。告知しとこう、うん、起きてる間に。起きてる、あ、皆様が、うん、あ、コメント来てるやん。天の川って人様のデートスポットを見て楽しいの。なるほどね。天の川っていうのはそのデート、デートね、デートしてるとこ見て楽しいのかっていうこと。楽しくないでしょうね、別にね。あ、そうですか。別に楽しくないんじゃない。だって知ってる人じゃないし。織姫と彦星がめっちゃ知り合いやったら楽しいと思うけど、そりゃ。うんうんうん。ああいう感じでデートすんねやみたいな。いや、俺そっちの方が人悪いと思うけどな。友達がどんなデートしてんのかを楽しみで見る人でしょ。もうそれ楽しいじゃないですか。え、俺全然行ける人ですけどね。何がですか。あのデートスポットを。天の川。天の川をデートスポットとしたら、うん、もう全然クリスマス時期に原宿のあのイルミネーションとか、うん、全然一人で。あ、一人で。一人で行ける。へー。行って、で、カップル見て、うん、ふーんって思う。いや、その不運にはさ、こういうデートするやん入ってるでしょ。いや、違う、なんか、なんかいいなとか。別に羨ましいっていう感覚はない。それ負け惜しみであっていい。あっていいよね。負け惜しみだし。なんか、やっぱりこういう派手な子ってこんな感じの。ほら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 よねっていう。出てきてる出てきてる。あ、待ってっていう、あの、何、冬なのにムチムチの T シャツしか中着てない男、女ってやっぱりこういう感じだよな、元アムラーでしょみたいな。そういうのを見て、なんか、あ、楽しむ。なるほどね。これは親子ですかみたいな。あとか、原宿で、あれ、もうこうやって見て、あーやっぱりね、女の子匂い強いねとか、振ってるねとかっていうのをやっぱり見て楽しむよね。なるほどね。面白いですね。面白い、本当に面白い、うんうん、人間が一番面白いですからね、結局のところ。え、二番目は。二番目は、じゃあ人間が一番面白くて二番目は。じゃあ映画とかもあるけど、人間が一番面白いじゃないですか、やっぱり。あ、出た。なんだっけ、ちょっと待ってね、よく言うやつ。事実はね、超絶な、はい、なり、違う、超絶よりきなり。告知を探しなさい、早く。あ、そのための時間をいただいたの、私は。あ、申し訳ない。あ、神海さんありがとうございます。ネタのクオリティ最高です。ありがとうございます。催眠術良かったって嬉しい。あ、ありがとうございます。催眠術っていうのがね、あるネタ、ありがとうございます。ね。はい。じゃあ今週からですか。今週から行きましょう。7月を言いましょう。はい。まず明日ですね。はい。明日は、松というライブがございます。松竹の、我々松竹芸能にいますんで。はい。そこの松というライブですね。はい。が、夜7時から新宿門座、うん、でございます。はい、はい、こちらは投票制となっておりまして、うん、面白かったなと思ったら丸していただければと思うんで、ぜひ丸押しにやってきていただければ。あ、やらしい、いいと思う。そうでしょ、うん、時にやらしさ、うんうん、これが、明日ですね。はい。そして明後日、こちら明後日、あ、違う、し明後日、そうだね、木曜日、うん、はい、13日の木曜日、こちらも7時から一本勝ちというライブがありまして、はい、こちらがね、まあ、優劣はつけたくないんですけど、うん、こちらのがおすすめですね。
僕はね、堀さんは違うと思うけど、僕はね。いや、私も一本勝ちの方がおすすめですね。はい、で、何より、はい、こちらも7時からだよね。うん、で、2時間なんですが、うん、我々がネタ2本するんですよね。そう、みんなネタ2本するんです。出演者が全員ネタ2本、はい、1本はその日初めて書けるネタ。そうだから、面白くないかもしれないし、面白くない、めちゃめちゃ面白いかもしれないし、うん、面白いかもしれない。で、なんならもう言ってくれて構わないです。惜しかったよとか。そう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 、だから天決まりなんで、だ何たってその日を8メートル下ろすんですから。そう、アンケートがあるんでね、うん、噛むだろうし、うん、設定いいけど、いや、噛むはその日初めて関係ないよ別に。いや、そのセリフ入ってないから。はあ、入れとけよ。うん、うん、練習嫌いな人が言うんじゃないよ。嫌いなんだな、練習好きじゃないんだよな、ね、だそういうタロタレさんもあれば、うん、あとね、あのこう育ててるネタもやるっていう2本立て。そう、本当にこれにかけてるみたいなネタね、うん、やるんですよね。すやるんで、これお得です。はい、さらにだってこれ800円ですから。800円なのよ、これがまたいいお値段ですよ、ね、安いんすよ、安いんですよ、安いんす。 G 今 2,3 本でもう見れちゃいますから。そうそうなんです、お安い。うん、ざえ、うん、そうそう、原価で、えーと、次がですね、うん、17日、ボーダーラインです。ああ、そうですね、はい、ちょっと早いんですよね、ボーダーラインは。そうなんです、5時からなんですね、祝日、祝日だから、うん、はい、5時から。うん、5時じゃなかった？6時、5時だと思う、5時だと思う、うん、5時スタートでございます。いいですよ。はい、こちらは、あ、なんか お偉いさんというか、そういう人たちが見て、我々がネタをやってよ、いいよって言われたから出れる、ちゃんと出れる。そう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 、ネタ見せがあってですね、審査があって出れるというやつで、うん、見事受かりまして、そちらの方に出れますので、はい、そちらが17日5時でございます。うん、カトザばっかや、うん、そうなので、またカトザですよ、ごめんなさいね。うん、21日、はい、うん、金曜日、こちら7時から、うん、これもね、またなかなかおすすめなんですよ。何でしたっけ、バラエティスターどんどん。あー、これはいいですよ。そうなんです、これはいい。ネタもやるし、そう、ネタをやるんですけど、はいはい、ネタもさることながら、はい、さながらテレビのように、うん、バラエティの企画、トークだったり何だったりをやるというね、うん、これはね、いいんですよ。特技をお見せしたりとか。そうそう、前回はね、前回は2回目なんですよね。うん、2回目になります。バラエティスターどんどんは、はい、これはいいですよ。これはね、いいです。おすすめ。そうです、はい、いろいろね、特技を持ってるんで、それを見せたりできる、お話ししたり、お話、それがバラエティスターどんどん21日です。はい、そして22日はですね、門座をついに飛び出します。おはい、中野芸能小劇場で、こちら、はい、お子様ランチというライブが、あー出た、久しぶりですね、お子様ランチ。はい、久しぶりでございますね。はい、そちらの方に出ます。うん、こちらも、お正直じゃない、7時から、うん、はい、の人たちも出ますんで、かなり豪華なライブですので、こちらはね、素晴らしい、いいライブでございます。うん、ぜひ。全部1000円ぐらいでしょ、だって。そうですね。うん、うん。で、29日にネクストライブというのがありまして、あ、こちら土曜日ですね。ありましたね。ちょっと時間が早まったかどうかはあれなんですけども、はい、こちらもございますので、こちらも門座に戻ってまいりまして、門座ばっかりな、はい、うん、門座ばっかりですね、今月は、うん、となっております。はい、世界少年が最後なんでね。そうか、その日ね。うん、では世界少年の最後と我々の最初を見に来て。最初って何？いや、さ、初めましての人もいるかもしれないから、ね、最初見たら、はいはい、ね、初めましてなのにさようならの人もいるんだっていうこともあったり。あ、そうですね、うん、ということもあります。汗すごいけど、急に暑くなってきてない？冷房切りました？一人だけだよ。急に、なんだろう。そして私なんですけど、ノリの話、熱く語りすぎちゃったかな。そうかもしれない、うん、今週の15日、はい、あ、これいいの、いいのかな、だ、いいか、あの別のネット、はい、コンテンツなんですけど、はい、人狼を、あ、をなるほど、やる、うん、やるんですよ。ん、やるです。やろうやろうっていうのと、うん、15日あれありますよね、オール松竹。あ、そうだそうだ、レジェンド、レジェンド大賞、我々がついにメディアに、メディアに、はい、関西地方限定で、関西地方限定、カンテレでございますね。カンテレさん、5時、15時からだったと思うの、カンテレさんの方で、はい、松竹が60周年ということで特番を組んでくださって、うん、行かしてもらったんですよね。そうなんです、大阪に行ったんですよね。そうなんですよ、
本当に大阪はねすごい、すごかったですね。うん、すごかった。師匠方に初めて会う。そうなの、そうなの、そうなの。うん、師匠の、そのね、よく松竹といえば師匠みたいな感じですけど、うん、はい、我々正直会ったことないので、大阪行かないんで。そうなんですよ。東京養成所出身組は会ったことないですよね。会ったことないんですよ。その大阪の劇場立たないんで。そう。で、初めて師匠に会って、可愛かったね、みたいな。いやー、すごかった。こんな言い方したらあれだけど。いやもうあれだけど、もうね、あんまり言わない方がいいんでしょうけど、でもね、本当に自由に生きてるなと思うね。師匠の人だってね、ああいう風になりたいなって思いますよね。もうなんかね、うん、俺があれ初めて生で見たわ。あの、その松竹13年いるけど、うん、初めてあの森脇健児さんに会って。おお、私も初めて会いました。本当にやってたね、これね。やってた。俺あれもう嘘かと思ってた。いや、そんなやって人あれ意地悪なこと言う、みんないじってと思ってたら、本当に本当にやってた。しっかり松竹はまず団結やって言った。本当本当にやるんだと思って。あれ感動したわ。感動しましたね。感動した。うん、感動してる間に終わりましたね。終わった。うん、ネタをね、やっているかと思います。うん、っていう感じですね。やってなかったら一番左上にいます。そうなんです。ずっといます。それはきっとね、はい、あの こういうのがあったんでしょう、きっと。うん、やってなかった時はこういうのがあったんでしょう、ね、はい、はい、っていう感じかな。そうですね。あ、そう、あと30日も人狼をします。人狼をやるね。そう、今月はね、半々なんですよ。うん、半々って言ったらあれだけど、半々、そのネタやるのと人狼やるのが結構半々なの。今週なんか割合がそう、人狼ばっかり、やっちゃって。村人家なんのか、村人なんのか、なるほどね、狂人なのか、うんうんうん、つって面白い。あの、絶対面白いやつなんで。じゃあもうさ、はい、慣れてくると、うん、全然平気で嘘を言えるようになるの。あ、その体調によります。本当に本当に結局そう、やっぱ結局体調の問題なの。本当に体調による。あー、なるほどね。今日なんかもうしんどいなっていう日はもうダメ。え、もう全然ダメ。嘘もそぞろ。もう嘘ついた、鼻からそのついた嘘忘れて。なるほどね。みたいなことになるんですよ。自分のついた嘘、あれさっき何って言ってなかったみたいな感じになっちゃうけど。言ってたっけなーつって。うわ、もうボロボロの人だ。もうダメだ。古畑にすぐ追い詰められる人だ。そうそう。ダメ犯人。あとね、コツとしては、うん、その決めていくっていう、かどういうことのが大事かもしれない。今日はこういう感じで行くみたいな、なんていうの、キャラ設定。そう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 。あ、今日は一日ヘラヘラしてよみたいなで行くと、もう行く前にそこまで、もうそこまで、もうそうよ、そんなもん役入れていくんだ。いや、もうだからその鏡見て、朝鏡見て、うん、よし今日は一日ヘラヘラしてよって言ってから行くと、なんコン詰めた OL の出社みたいな。大丈夫大丈夫って言って行くの。そう、大丈夫大丈夫って言っていくと、ね、意外に、そうそうそう、決めてるから。もう例えばだから34じゃやめとかでやったら結構強いですよ。あ、逆にもうキャラ入ってるもんね。そう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 。だから、そうね、一回やったことあるんですよ。うん、あの、あやめ的な感じで、うん、狂人とはなんだみたいなことをずっとやってたら、うんうんうん、最後、狼だったんですけど、うん、最後までバレなかった。あ、え、うん、すごい、あやめ最強説。あやめ最強説ありますよ。いいね。うん、それが見れるかどうか。あ、キャラ人狼やろっかね、今度ね。いいですよ、ライブで。うん、集めてみんな、みんなでね、キャラのある人。うん、ぐちゃぐちゃになるか。まあね、それこそ春田とかさ、春ちゃんとか長渕の真似でさ、嫌だな。全然質疑しない、歌ってるばっかりでさ、嫌だな。はいはい、3日目終わりましたってなったらさ、もう話になんないよ。確かに、ちょっと考え直しましょう。そうね、はい、またゆっくりと根詰めてやりましょう。うん、はい、あと待って、来てます、コメントが。星の寿命からすると年1回会えるって相当多いと思える。なるほどね。なるほど。そうかそうか、だって何万光年とかそういうのから考えたら、何万光年で距離の話してる。え、じゃあだ、そういう時間軸とかの話したらさ、はあはあ、はいはい、そっか、それで年1回、中期で言ったら年1回は確かにね、遠距離でも何でもないと、別に。そうか、みたいなことかもしれないですね。じゃあもう朝昼会うみたいなもんか。 M1 の1回戦のネタはもう決められたのでしょうか。始まりましたね、 M1 グランプリが。何がいいですか、逆に。
逆に何やったら通ると思います？もう言っちゃう、まだ決まってないの丸出しだよ、それ言ったら我々まだ何にも手つけてない夏休みの小学生かと思われるよ。8月1日からでしょ、エントリーしなきゃいけないじゃないですか、うんうん、もうそろそろ ね、うん、何がいいですか。結構もうカムカイさんほぼネタ見てくれてると思うんですよ。そうね、手の内ひけらかしてるわけですよこっちそら、うん、そうね。だからまあ何なら受かります。今これご覧になってる人も、はい、知らねえよとお前らのネタは、はいはい、っていう人も多いでしょ、そりゃ多いでしょ、うん、はい、だそういう人はもう、うん、もうあたかも見た体で、うん、救急隊員とかでもいいよ、うん、そしたらそれをヒントにもしかしたら作れるかもしれない。ああ今からね、うん、確かに救急隊員のネタがいいですとか、救急隊員のネタね、銀行強盗ですとか、うん、はいはいはい、あれもしかしたらこれっていけるかもしれない、いけるかもみたいなことになりうるかもしれない、うん、知ってる人はねあれいいんじゃないですかとかね、ねえ、うん、言ってくれたらそれやるのにな、いい、そしたらその人のせいにできるのにな、落ちても、んえひでえひでえよあーひでえな、これがいいんじゃないですかって言ったじゃないですかって言えのに、おー嫌われると思うな俺だったら嫌いだもんそういう人、言ったじゃないですか責任取ってくださいよ、じゃあ出んなよって言われるよ、最も子もないこと言われるよ、勝手に出といてね、そう勝手に出といて、うん、そうなんですよ、勝手にエントリーフィー払っといて、そうですよもう、そうね、でもまあこれからまた暑い夏というかね、グーってなる夏が始まりますね、グーって慣れたらいいよね、だから1回戦で落ちたらさ、もうグーも何もないじゃない、うん、あれ今年夏なんやっけみたいなあれ夏あったっけみたいな感じになるでしょ、したら入院してたことにしてね俺が今年1回戦落ちたら入院してたことにして、ね、ことにしよう、うん、うん、肝試しのネタってあったっけ、ない、作ることない、あ作るってことね、うん、夏だしね一回戦用にね、うん、あやめは肝試しというものをしたことがないからしてみたいんだ、なるほど、じゃあもう病院に行きましょうと、病院、うん、夜病院に行きましょうって、夜に病院に行くのか、どこか悪いのか、あ、いいじゃん、あ、もうできそうよできそう、カムカイさんできそうできそういや、獅子からどこも悪くないんですけど、そうなのか、なぜ病院に行くんだ、肝試しは病院に行くものです、肝試しとは病院、通院のことを肝試しというのか、そういうことではないんですけれども、難しいな、もっと簡単にできるのか、いいね、あ、できそうよあと 4,5 時間あったら、だからね放送時間がもうあと3分だから、3分だからあれですけど、はいはい、ああこれ明日やる急にあれやる、一本勝ちでやる、あ一本勝ちで ね、やってみてもいい、作れそうよ、急にね、メモっとこう、うん、メモって本当に、うん、最近何メモりましたもうあんまり言いたくないんだけどなメモですか、うん、人のメモって面白いですよねじゃああんまり読まないで、はい、はい、いいっすよ別に、これです、あー真面目なやつだ、真面目なやつ、ちゃんと真面目なやつ真面目なやつですね、そうなんです、お仕事の反省点を箇条書きにするっていうめっちゃ真面目じゃないですか、やめて、あれとね、声量が良くなかったとか、いや私一応そういうのちゃんとやってるんですから、この間ラジオ結構朝ラジオ聞くんですけど、はい、その時になんかその日ほんと体調悪かったんでしょうね、そのパーソナリティの方が、うん、毎日聞いてるんですけど、聞いてるとやっぱり、あ今日調子悪いなとかあるんですよ、あーその DJ さんに、そう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 、うん、でなんかCM 行く直前でお手紙紹介しようとしたけどできなかったみたいながあって、うんうんうん、で手のひらに埋め込まれたチップの話がありましたが、で CM 行ったんですよ、うん、で CM 開けたら怖っ続きですって言って、手のひらに埋め込まれたチップの話がありましたが、私は小学生の時に手のひらに刺さったシャーペンの芯が未だに取れません、バンプオブチキンで記念撮影っていう紹介だったんですよ、いやもう全然意味わかんないじゃん全然意味わかんない、もう詰め込みすぎて、言わんでよかったやんその手紙っていう、うん、
やつがたまにあるんですよね。それが面白くてメモってましたね。ああなるほど、そういう面白いメモもね、うん、これ面白かったですよ、ね、すごい一人で道歩きながら笑っちゃったんですよね。あら、やだやだ。え、ありがとうございます。鶴会、鶴会見に来た人がいる。鶴会で披露していた紋付き袴さんのネタがいいです。あれどんなだっけ。ルッコラめくるやつですよ。あ、我々が、はい、あれお祭りのだからな。ちょびつけビスケットだからな。獅子倉さんがパフューム踊るネタがいつか見たいです。あ、これはもうパフューム踊れるんでね、私も。堀さんだけじゃない、堀さんだけじゃないですよ、私も踊れますから。なんなら堀さんより私の方が好きな歴は長いですから。あやめは使えたことがないからやってみたいという立場逆転ネタだって。あ、これでもそれある、あるっていうか逆あるんですよね。あ、そうかそうかそうか。西園寺、なんだっけ、平八郎、平八郎と西園寺平八郎っていうあやめのおじいちゃんとお月のお月の小早川っていうメイドのネタがあるんで、それを元にじゃあそれも一回。そうね、お月とはどんな気分なんじゃっつって、うん、あーなるほど ね逆でねやればいいんだ。ありがとうございます、すごく勉強になりました。素晴らしい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、うん、お時間も来ましたので、そろそろ。あ、お時間来ましたか、早い、はい、いやあれでございます。今日はよく寝れますように、堀さん。はい、はい、そして私は今日ゴキブリが出ませんように。はい、はい、ということで、また来月お会いしましょう。さよなら、来月お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。